僕ずんだもん、私ずんだもも。今回の動画ではベガルタ仙台とマイナビ仙台レディースの本拠地ユアテックスタジアム仙台と仙台デザインマンホールプロジェクト第5弾ベガルタ仙台デザインのマンホール全15箇所、これらを一気に紹介するのだ。キックオフ。ユアテックスタジアム仙台があるのは宮城県仙台市泉区、仙台市公園緑地協会日本体育施設グループが指定管理者として運営を行っている仙台市所有の球技場なのだ。平成18年2006年から仙台市に本社を置く電気工事会社のユアテックが命名権を取得。陸上トラックのない球技専用スタジアムで収容人員は19,694人。サッカーの他にアメリカンフットボール、ラグビーの試合も開催されるのだ。仙台駅からは地下鉄南北線で泉中央駅に乗車、約16分で終点の泉中央駅に到着するのだ。泉区は仙台市を構成する5行政区の一つで、昭和63年1988年に仙台市へ編入。区の北西に位置する泉ヶ岳が名前の由来で、人口はおよそ21万人なのだ。泉中央駅には直結の複合ビルスウィング、駅に隣接するセルバ、セルバテラス、アリオといった商業施設があるのだ。ご覧のように泉中央駅には仙台駅のようなペデストリアンデッキがあって、画面では左側、駅の東出口を出ると右側すぐにユアテックスタジアム仙台が見える近さなのだ。歩いて5分くらいだじょ。それではここからベガルタ仙台のデザインマンホール全15箇所を巡りながらユアテックスタジアム仙台へと向かってみるのだ。行ってみよう。このマンホールがあるのはセルバを正面に、セルバテラスを左側、駅ビルスウィングが右側の位置。ここからアリオの方へ進んでいくと4つの顔のベガッタマンホールがあるのだ。2つ発見。東出入り口側にある泉中央駅自転車等駐車場の前にはボールを蹴るベガッタのデザインマンホール3つ発見。自転車等駐車場から西側に見える吉十七銀行へ歩き、さらに向かいにあるファミリーマート側へ。その交差点の角にはエンブレムのデザインマンホール。エンブレムのワシは彦星の属するワシ座に由来、勝利をもたらすワシを象徴しているのだ。そして今度は東側へと横断歩道を渡り、こちら側の角にあるのはベガルタのサポーター、ベガサポがデザインしたマンホールなのだ。5つ発見。さらに東へ進み、泉警察署の車両出入り口の手前にはスタジアムまで約165メートルの案内マンホール。赤い矢印に従いそのまま進むと見えてくるのが V サインをしているベガッタのデザインマンホール。7つ発見。さらにスタジアムの方へ歩みを進めると、スタジアムまで約88メートルの案内マンホール8つ発見。そしてさらにスタジアムの方へ進むとベガサポがデザインしたマンホールがあるのだ。9つ発見。こちらのエンブレムデザインマンホールがあるのは小島ビッグカメラ泉中央店南東の角、右側に小島ビッグカメラ、左側に月や仙台泉中央店がある。この道を西側へ歩いていくと、もう一つベガルタサポーターがデザインしたベガッタとサッカーボールのデザインマンホール11発見。道路を渡った反対側にももう一つベガルタサポーターがデザインしたベガッタのデ
ザインマンホールがあって、西の方へ歩いていくと左側にユアテックスタジアム仙台が現れるのだ。急に発見、あれ3つ足りないじゃん。残りの3つは再び泉警察署側からスタート。右側に泉中央駅前駐車場がある歩道にはスタジアムまで約100メートルの案内マンホール。泉図書館を右側にスタジアムの方へ進むと、ベガルタサポーターがデザインしたベガッタと七夕飾りのデザインマンホール。そしてこのままスタジアムの方へ進んでいくとユアテックスタジアム仙台に到着。最後のデザインマンホールはここに。ようこそスタジアムへと出迎えてくれるのだ。15のデザインマンホールコンプリートして到着したじゃ。こちらの北エントランスでは仙台市青葉区の黒田石材店から寄贈されたベガッタの石像も出迎えてくれるのだ。スタジアム内にある展示スペースには代表選手のサイン入りユニフォームや人生トレー、選手の似顔絵などが並べられていて、試合開催の日、休館の月曜日、定期清掃日を除き、事前に連絡をすれば誰でも見学できるのだ。予約を忘れずに。こちらは休館日でも自由に入れるカズーリ広場。カズーリとはイタリア代表チームの愛称。カズーリ2002FIFAワールドカップにおいてイタリア代表が仙台でキャンプを行ったのを記念、北エントランスの西側をカズーリ広場と名付け、代表の選手たち19名の足型が設置されているのだ。23番マルコ・マテラッチ、インテル。22番フランチェスコ・トルド、インテル。21番クリスチャン・ビエリ、インテル。20番ヴィンチェンツォ・モンテッタ、AS ローマ。19番ジャンルカ・サングロッタ、ユベントス。18番マルコ・デルベッキオ、AS ローマ。17番ダミアーノ・トンマージ、AS ローマ。16番アンジェロ・ディ・リービオ、フィオレンティーナ。15番マルク・イウリアーノ、ユベントス。14番ルイジ・ディ・ビアッチョ、インテル。13番アレッサンドロ・ネスタ、ラツィオ。12番クリスチャン・アッピアーティ、 AC ミラン。9番フリッポ・インザーギ、 AC ミラン。8番ジェンナロ・ガッツーゾ、AC ミラン。7番アレッサンドロ・ベル・ピエーロ、AC ミラン。6番クリスチアーノ・サネッティ、インテル。5番ファビオ・カンナバーロ、パルマ。2番クリスチャン・パノッチ、AS ローマ。1番ジャンヌイジ・ブッフォン、ユベントス。足型がなくサインだけの代表選手もいるので、最後に改めて紹介させていただくのだ。3番パオロ・マルディーニ、 AC ミラン。4番フランチェスコ・ココ、バルセロナ、スペイン。10番フランチェスコ・トッティ、AS ローマ。11番クリスチアーノ・ドニ、アタランタ。イタリアの代表チームは養護学校の訪問、サッカー教室など、市民との交流で多くの感動と思い出を残してくれたのだ。グラーチェ。
毎年熱い戦いを繰り広げているベガルタ仙台、そしてマイナビ仙台レディースの選手たち、勝利を目指して頑張ってほしいのだ。応援するジョー。次はあなたがレッツラゴー。